というわけで、当面の目標を定めたいと思うの。目標ですか？ええ、せっかく練習をするのなら、その成果をたくさんの人に見てもらいたいでしょ。モチベーションを保つためにもね。なるほど、確かにそうですね。では、私が卒業する直前の再来年の12月ぐらいにライブをするということで。お待ちなさい。だって私まだまだですから、それぐらいいっぱい練習しなくっちゃ。これはなかなか重症ね。いい？木下さん、最初から完成度の高いパフォーマンスを見せられたら、それは確かに理想的だわ。だけど、そのためにあなた自身の楽しさを我慢する必要はないの。私の楽しさ。1週間も連続でライブするぐらい好きなんだから、ライブを2年も我慢するだなんて本当は嫌でしょ。はい、ライブしたいです。だったら目標を定めて、それまでにみっちりと練習をしましょう。まだスクールアイドルになったばかりなんだもの。今の時期はやればやるほど得るものがあるわ。ほんの数日でも見違えるほどにね。たった数日？え、ライブの予定日ですか？早すぎませんか？しかもこれ、市の開いているライブイベントって規模大きくないですか？市内から大勢のスクールアイドルが参加する催しよ。たくさんの人に成果を見てもらう、いい機会ね。それは楽しそうですけど。あ、でもほら、蓮の空って学校外には出られないんですよね。だったら無理なんじゃないかなって。問題ないわ。部活動として正式な理由があればちゃんと外出許可も出ますから。この大会では見る人の投票で順位もつくから、出るからには上位入賞、いえ1位を目指して頑張りましょう。わかりました、頑張りますってば。楽しいライブのために。あ、その調子その調子。ではこちらが私が組んだ練習メニューよ。今日からしばらく猛特訓ですからね。あー、もうどんと来いですよ。矢でも盾でも持ってきてください。え、あの先輩、これ1週間分のメニューですか？もちろん1日の内容よ。私が中学生の時にこなしていたメニューをまとめてみたの。まずはこれぐらいから始めてみましょうね。私やっぱり今のままでも。何か？いえ、頑張ります。おはようございます。今日は早いですね、カホさん。さやかちゃん、おはよう。あのね、私生まれて初めて朝練ってやっているんだ。お布団の時間を削って体を動かすとか意味わかんないよね。私も朝の練習はずっと続けていますけど。そうなの？世界で私しかやってないんだと思ってた。すごいね、みんなすっごく頑張ってるんだね。最近はカホさんも頑張っていますよね。まあ、まあね。おかげで毎日筋肉痛。そっか、さやかちゃんは昔からこんなに大変なことをしていたんだね。えらい子だね。だからさやかちゃんは上手なんだね。そんなおばあちゃんみたいに。うん、でも一応は頑張るって決めたから、弱音を吐きつつも頑張っていきますので。はい、応援しています。私もできることがあれば何でも協力しますから。本当にありがとう。
だったら私の代わりに朝練してくれるっていうのは無理です。だよね。よし、放課後だ。カホちゃんはこれからスクールアイドルクラブ？途中まで一緒に行こう。うん、だけどその前に購買部寄ってこ。購買部？注文していた漫画が届いたの。私ずっと楽しみにしてってさあ、木下さん、練習に行きましょう。梢先輩、でも私ちょっと購買に寄らなくちゃいけなくて、その生活必需品が。漫画なら購買部が取り置きしておいてくれるから大丈夫よ。そうね、ならライブが終わった後のご褒美にするのはどうかしら。ライブまでさらに頑張る理由ができたわね。そんな餌をぶら下げられなくても頑張りますから。せめて30分だけでも。いえ、10分でいいですから先に。先輩、綺麗で優しそうな人だと思ってたけど、ひょっとしてすっごく厳しかったりする？大丈夫かな、カホちゃん。それじゃあしばらく休憩ね、木下さん。梢先輩、滋養強壮のドリンクを作ってきたから、よかったらどうぞ。わ、ありがとうございます。これ苦いです。そうね、でもとっても体にいいのよ。どうしても口に合わなかったら残しても構わないけれど。これもライブのため、みんなのため。ごちそうさまです。よろしい。ごめんなさいね、日の下さん。何がですか？やっぱりもう少し早くどうしたいのか聞くべきだったかしらって。そうすればあなたももうちょっと余裕を持って練習できたと思うの。よかれと思って放任していたのだけれど、どうしても私はもっといいやり方があったんじゃないかって後から考えちゃうのよね。ダメですよ。え？梢先輩がそんな風に優しくしてくれると私際限なく甘えたくなっちゃいますから。嬉しいですけど、でもダメです。ちゃんとライブが終わるまでは私に対して厳しくしてください。なにそれ、面白いこと言うのね。かといって今より厳しくされるとへこたれちゃうので、今ぐらいがちょうどよく。いえ、もうちょっと厳しくされても大丈夫だとは思いますけど。そう？じゃあさらに手厳しく。ピッ！なんて言わないわ。オーバーワークは怪我のもと、今だってかなりギリギリなんだから、もう少し休憩していてね。はあ。そういえば今回のイベント、ハスの空のスクールアイドルとして参加するのに出るのは私と梢先輩だけなんですよね。ええ、つづりたちはまだしばらく練習期間を設けるみたい。さやかちゃんから聞いたんですけど、不思議ですよね、学校の中でユニットがいっぱいあるって。ハスの空にはもともと3組のユニットがあったの。だからそれに習っているのよ。こないだ言っていた芸学部の先輩方ですね。あれ、3組のユニットってことは私たちとつづり先輩たちの他にもう一組いるんですか？でも
他に部員っていませんよね。そうね、今はいないかしらね。明日の空にはユニットの名前や曲、それに衣装、さまざまなものが伝統として受け継がれているの。今も蓮の空というだけで応援してくれる人が多いのはそのためなのよ。なるほど、愛されているんですね。実は私にも蓮の空とは別の学校だけれど憧れていたスクールアイドルがいるの。かつてその活躍で廃校の危機を救った私が初めて見たスクールアイドル、すごく輝いていて、私もあんな風になれたらと夢見たの。蓮の空に来たのは近隣の学校では一番スクールアイドル活動に力を入れていたからなったのだけれど、いつしかこの学校で先人たちの思いに触れて彼女たちが積み重ねてきたものを知って、蓮の空が大事になっていったわ。今ではこの学校でスクールアイドルをしていることが嬉しくて私の誇りなの。この学校でスクールアイドルすることが誇り？え？だったら私やっぱりもっと練習しなきゃですよね。だって硯先輩や梢先輩はもちろん、さやかちゃんだって上手なのに、私だけまだまだだったら、それって恥ずかしいことですよね。前にも言ったと思うけれど、あなたの魅力はちゃんと他にあって。でもごめんなさい、余計なことを言ってしまったかしらね。そんなこと、ただみんなスクールアイドルを頑張る理由があるんだなって改めて気づいただけっていうか。それなのに私、もどかしいかもしれないけれど、今は目の前のメニューを一歩一歩着実にね。それがあなたにとっては一番の近道なんだから。私とにかく頑張ります。今日も特訓よろしくお願いします。木下さん。はい。座ってちょうだい。はい。ここ最近練習頑張っているわね。まあしっかりと練習風景も配信しているみたいだけれど、ところであなたは配信する以外にも自分のチャンネルを確認しているかしら？反応だとかコメントだとか。ごめんなさい、最近は全然見ていないです。応援してくれる人は優しいことを言ってくれるって分かっているんですけど、でも再生すると自分のダメダメなところばっかり目に入っちゃって。そう、やっぱり。もしかして炎上とかしてました？蓮の空にふさわしくないスクールアイドルがいるって。え？してたんですね。やっぱり私一体どうすれば。やっぱり学校を辞めるしか。落ち着いて木下さん。違うの、見てこれ。木下さんが今週の注目スクールアイドルとして名前が挙がっているの。本当だ。なんでこれって悪い意味じゃないんですよね？ええ、
もちろん毎日ひたむきに頑張っているあなたの姿を見て、たくさんの人が次のライブが楽しみってコメントをしてくれているわ。誰かに評価してもらうためにあなたが努力をしているわけじゃないことは知っている。だけれどあなたの努力はどこかの誰かにしっかりと届いているのよ。私も先輩として誇らしいわ。私の努力が。そこでもう一つあなたに言うことがあって、今度のライブの衣装のことなのだけれど、蓮の空の伝統の衣装を着てステージに立ちましょう。え？実は陰ながら準備はしていたの。だけどあなたがどのくらい真剣に練習に取り組むかわからなくて、それもこれも全て杞憂だったわね。伝統の衣装って、その代々受け継がれてきたっていう。ええ、私も初めて袖を通すわ。ずっと夢だったの。二人でステージに上がるのが今から楽しみね。無理ですよ先輩、そんな私なんかじゃまだ。練習を始める前もそう言っていたわね。次のライブは2年後がいいって。それとこれとはどう違うの？それは。心配しないで大丈夫よ。あなたも立派な蓮の空のスクールアイドルなんだからね。わかりました、私頑張りますから。私頑張らないと。日下さん、それはちょっと頑張りすぎかもしれないわ。頑張らなくっちゃ。もっともっと。というわけで今日はここまでです。ライブの日もいよいよ明日に迫ってきましたので、どうぞ応援よろしくお願いしますね。お疲れ様、木下さん。コメントも盛況ね。そうですね。正直なところ初日のあなたが500メートルも行かないうちからもう無理です、走れませんって音を上げた時には、ちゃんと最後まで頑張り通してくれるとは思いもよらなかったわ。私もです。っていうか私、自分がこんなにちゃんと努力できるなんて知りませんでした。受験の時も確かに頑張ってはいたんですけど、あの時は結局なんだかんだ理由をつけてサボったりしちゃってましたし。それは厳しい先輩がいなかったからね。そうですね。ちょっと私のこと話してもいいですか？ええ、聞きたいわ。私のお家結構過保護なんですけど、それって元はというと私の責任だったりして。あなたの？ねえお母さん、今日はお外に遊びに行ってもいい？まだダメ、お熱下がっていないでしょ。うん。子供の頃ちょっと体が弱くて何度か入院したこともあったんです。あ、中学校に上がったくらいからは全然大丈夫になったんですけど、大丈夫になったんですけど、お父さんとお母さんにとっては私は小さな頃のまんまみたいで、私はあれもやりたいこれもやりたいって思ってても結局できなくって、無茶してまた熱出したりしたら両親が心配しちゃうからって。そうだったの。うちお花を作ってるんです。ラナンキュラスって言うんですけど、すっごく綺麗なんですよ。春になるとパステルカラーみたいな淡い色合いがバーッと咲き誇って、
私のカホって名前もそのお花からイメージしてつけてくれたんです。窓から眺めるお花がとっても綺麗で、だけど昔の私はその景色があんまり好きじゃなくって。それはどうして？育てられたお花って規則正しく咲いているじゃないですか。でも私って病気がちだったから、学校でも遊びに入れてもらえないことがあって、自分はあんな風に綺麗には咲けないような気がしていたんです。自分の名前もなんかちゃんと正しく育つようにって期待されているみたいで、ちょっと苦手でした。そんなあなたが変わったきっかけがあったのね。はい。ねえねえお姉ちゃん、お姉ちゃん、ちょっとお散歩しようよ。どうしたの急に。ね、ちょっとそこまでだから、お姉ちゃん。もう双葉まで。勝手に山に入ったって怒られても知らないんだからね。あとちょっと。ねえねえ、早く早く。何もう。お花畑だ。お姉ちゃん、見て見て。ほら、これってラナンキュラス？でもどうして二人が育てたの？ううん、きっと種から育ったんだよ、この一輪だけ。こんなことってあるんだ。すごい綺麗。ラナンキュラスって普通は温室で育てるから自生していることなんてめったにないんですよ。なのに咲き誇っていたんです。まるで私はここだよっていうみたいに、ただ自分のためにあんなに綺麗に。それを見て私思ったんです。大事なのはちゃんと花咲くことなんだって。右に習えで咲くことでもなく、みんなと同じように咲くことでもなくて、ちゃんと花咲くことが一番すごかったんだ。だから山で育ったあの一輪の花だって、温室で育てられた花だって、みんなみんなすごいんです。私も花咲きたい。特別じゃなくたって私だけの色で、私だけのお花を。すみません、なんかたっぷり喋っちゃって。ううん、よかったわ。あなたの思いが知れて嬉しかった。ありがとうね、木下さん。私も小杖先輩に聞いてもらえて嬉しかったです。楽しいライブにしましょうね。私たちと見てくれる皆さん全員の笑顔でお花畑を作るような、そんな素敵なライブを。そのために朝練もいっぱいいっぱい頑張ったんですから。そうね、一日も遅刻せず本当によく頑張ったわね。それじゃあ今日の練習はここまでにしましょう。あとは体を休めるのよ。でもまだ練習メニューが。疲れを取るのだって立派な練習。聞き分けてちょうだい。さ、また明日。小杖先輩、私やっぱりもうちょっと走ってから帰りますね。あ、ちょっと。もう何にだってすぐ一生懸命になっちゃうんだから。後輩って手がかかるけれど可愛いのね。あー、気持ちいいよさやかちゃん。カホさんとこもかなり凝っていますね。少しでも疲れが取れるといいんですが。ありがとうね、さやかちゃん。
お風呂上がりにマッサージなんて極楽だよ。それは、よかったです。それでは、ここからは、私のとっておきの足つぼを。それ痛いやつじゃない？大丈夫？いえ、これが一番疲れに効くんです。少し我慢してくださいね。それでは行きますよ。お手柔らかに。お手を、お手、ピギャー。私はドリンクは甘いのが好きで、マッサージも気持ちいいだけのがいいです。ドリンク？何の話ですか？なんでもない。あ、でも疲れ完璧に取れたかも。そんなわけありません。今の足つぼが痛いってことは相当な無理をしていますよ。今夜一晩はおとなしくしてください。でもライブももう明日だし、ちょっとぐらいだったら。ダメです。ひん、なんかさやかちゃんってちょっと小杖先輩に似てるかも。どういう意味ですか？あ、ううん、いい意味で。自分にも人にも厳しそうなところとか、自分の考えをしっかり持ってるのも似てるかも。かも。そう言われて悪い気はしませんが、私はまだまだですよ。私、スクールアイドルクラブに入ってよかったな。今までね、楽しいことって私だけのことだと思っていたから。でも今は小杖先輩にトレーニングしてもらったり、コメントしてくれるみんなにも励ましてもらったりして、楽しさが広がっていって、私だけじゃないんだよ。そのことが今がすっごく楽しくて、なんだかただ寝るのがもったいなくなっちゃうの。さやかちゃんは？私ももちろん毎日が楽しいですよ。その夕霧先輩にご指導いただいていますし。そっか。やっぱり同じだね。ただ先輩はどう思っているのかわかりませんが。でもね、本当はちょっぴり不安な気持ちもあって。カホさんがですか？うん、大きなライブだもん。蓮の空ってもともとすごい学校だったみたいだし、きっとたくさんの人が期待してくれていると思うし、それに小杖先輩に迷惑かけたくないし。大丈夫ですよ。でも朝練だって、私真面目に取り組んだのつい最近だし。大丈夫ですよ、カホさん。うん、そうかな。カホさんの頑張りを一番近くで見ていたのが乙女先輩なんですから。それにもしカホさんが失敗しても、乙女先輩ならバッチリとフォローしてくれますよ。その慰めは私が失敗すること前提だからちょっとどうかと思うけど。すみません。でも失敗は誰だってするものです。私だってたくさん失敗してきました。だから失敗とか成功とか気にせず、明日のライブを思いっきり楽しんできてください。うん、ありがとうさやかちゃん。それではそろそろ消灯の時間ですね。カホさんもあまり緊張しないで明日に備えてくださいね。うん、おやすみ。うん、迷惑かけないようにしなくちゃ。今外に誰か。あれはカホさん？さすがにこんな夜中に。気のせいですよね。ライブステージだ。スクールアイドルがいっぱい。
すごい、すごいですね、先輩。そうね、でもあなたもその中の一人なのよ。う、本当に私たちがこのイベントに出るんですか？小杉先輩はともかく、私が出ても大丈夫ですか？人もいっぱい来てますよ。そうね、久しぶりのライブとして申し分ない舞台ね。楽しみでしょ？楽しみは楽しみですけど、しかしここまで来たからにはもう逃げるわけにはいきませんよね。覚悟を決めます。やります、やりますよ。素敵な衣装も用意してもらったんですから、私今日はとことん頑張りますからね。頑張りましょう。あら、日下さん、その足どうしたの？実はその今日朝起きた時タンスに小指ぶつけちゃって、それでまだちょっと違和感が。寮の部屋にタンスなんてあったかしら。大丈夫？踊れそう？はい、それはもうバッチリです。いいライブにしましょうね。ええ、そうね。でも大丈夫、あんなに頑張ったんだもん。うん、もっとキレのある動きをこう。さやかちゃんだったらもっと高く飛ぶはず。木下さん、そろそろ戻りましょう。ステップ踏んで一歩大きく。木下さん、ここで勢いつけてターン。あ、木下さん。小杉先輩。あなたが今小杖と一緒にユニットを組んでいる子だね。小杖が待ってるよ。私頑張ってね、スクールアイドル。ありがとうございます。大げさに包帯を巻いてもらったけれど大丈夫よ、ひねっただけだから。少し安静にすればすぐに良くなるって。ごめんなさい。え？あなたの大切なステージを台無しにしてしまって。どうして小杖先輩が謝るんですか？伝統の衣装を着て二人でステージに立つはずだったのに。迷惑かけたのは私じゃないですか。私がもっと上手にあなたを助けられていたらよかったのだけれど、それができなくてあなたにも迷惑をかけてしまったわ。そんな、先輩は私をかばってくれて。だから私の方こそ本当にごめんなさい。あなたの足はどうしたの？これは先輩の言いつけを破って夜中にも練習をして、ずっと足首に違和感があったんです。けどそんなの練習が足りないからだって無視して、今日もライブが始まればきっと気にならなくなるだろうって。なるほどね。ごめんなさい、本当に私。小杖先輩に迷惑かけたくなかったんです。私できてないことがまだまだあって、下手なままじゃダメだから、もっといっぱい練習してもっともっと上手にならなきゃって。小杖先輩もさやかちゃんも心配してくれていたのに。今回は大事には至らなかったけれど、
一歩間違えばあなたが大怪我するかもしれなかったのよ。それは分かっているわね。本当にごめんなさい。全部私のせいで、全部私が悪いんです。ごめんなさい先輩、ごめんなさい。待って、日下さん。私、自分のせいでいろんな人の期待を裏切っちゃった。やっぱり花咲くなんて私には無理なのかな。全部ダメにしちゃったよ。カホさん、さやかちゃん、どうしたんですか。こんなところでライブの準備があるはずじゃ。カホさん、それが、そうですか。それは大変でしたね。うん、全部私のせいで。そんな言い方は。カホさんは今まであまり激しい運動をしてこなかったんですよね。だったら自分の限界を見誤ってしまうのだって仕方ないことかと。仕方ないなんて、そんなのもうちょっとで大事故になるかもしれなかったんだよ。私なんかのせいで小杉先輩が。そうですね。でも今回はならなかったんです。だったら次からは気をつけましょう。そんなの。カオさん、あんなに朝練も嫌がっていたのに、どうしてそんなに頑張ったんですか。それはスクールアイドルが楽しくて。でもそれだけじゃなくて、最初はちょっとずつ上手になっていくことが嬉しかったんだ。私が一人前のスクールアイドルになったら、今度こそ応援してくれるみんなを笑顔にできるぞって思って。でも梢先輩が私のこといっぱい褒めてくれて、私と一緒に夢だった衣装を着たいって言ってくれて。だから私、梢先輩の真剣な思いに応えたいって思って。こんなんじゃ全然ダメだから、もっと頑張らないとって。カホさん、カホさんは優しいですね。そんなことない、私なんて自分勝手で。でも自分が楽しむよりも乙宗先輩のために頑張ろうと思ったんですよね。厳しい練習の上、自主練習までして。誰にだってできることじゃありません。でも結局うまくできなかったよ。いっぱい迷惑かけて、先輩にもきっと嫌われちゃった。大丈夫ですよ。乙宗先輩はそんなことでカホさんを嫌いになったりしませんよ。うん、乙宗先輩が戻ってきたら、後でしっかりとお話ししましょう。今は少し休みませんか。うん、お部屋まで送っていきますよ。大丈夫、さやかちゃんも練習中でしょ。お話聞いてくれてありがとうね。おかげでちょっと落ち着いたから。そうですか。あの、あまり気を落とさないでくださいね。うん、ありがとね、さやかちゃん。カバン、部室に置きっぱなしだ。あったあった。って、おわよっ、はっ、転んじゃうところだった。段ボール？あれ、
これってたまに小杖先輩が開いているノートだ。スクールアイドルノート？連絡帳かな？それとも交換日記？私たちよりもっともっと前の代の人が使ってたみたい。ひょっとしてこれ全部？先輩の先輩の、それよりずっと前の先輩からずっと続いているノートなんだ。何この変な似顔絵。見つかったら怒られるんじゃないかな。あ、先輩のためになりたかったのに、力不足で悔しくて一人でいっぱい練習した。先輩に迷惑をかけたくなくて。だけど先輩は喜んでくれなかった。私バカだった。自分のことしか考えてなくて、本当は先輩ともっと涙でにじんでる。この子も同じだ。私と、もしかしてこのたくさんのノート、今の代まで続いているんだったら梢先輩の書き込みもあったりする？これじゃなくて、これじゃなくて、あった！これが最新のスクールアイドルノート。あ、梢先輩、私のために練習メニューを書いてくれてる。こんなに細かく。なのに私は勝手にこれ。後輩の指導は思うようにいかないことばかり。だけどやりがいがあってとても楽しい。一日一日と成長していく彼女を見るのは自分のことのように嬉しい。梢先輩の、できればずっとスクールアイドルを続けてほしい。辛いことや傷つくこともいっぱいあるだろう。だけどそれを乗り越えた先にはきっと今まで以上に楽しいことが待っているはずだから、ひたむきに頑張っているあの子を見ると胸が熱くなる。こんな気持ちは初めてだ。後輩がこんなに可愛いってことも知らなかった。あの子のためなら私は何でもしてあげたいって思う。私このまま逃げてちゃ本当にダメになっちゃう。そんなの嫌だ。先輩にしっかり謝って、それからちゃんと言わなくちゃ。つづり先輩。あ、カホ、さやから聞いたよ。大変だったみたいだねって。あの、梢先輩のことを見かけませんでしたか？もしかしたら学校に戻ってきているかもしれないんですけど。ごめん、見てないや。そうですか、すみません、ありがとうございます。あ、もし校内でコズが見つからなかったら行く場所には心当たりがあるよ。え、それって大倉庫？大倉庫？なんですかここ！ハスの空になんでこんな場所が！迷路、迷宮、梢先輩どこ！いや、また行き止まり！一旦戻って、あれ、ここさっきも通った！どうなってるの！とりあえず一度戻って誰かに応援を求めて。出口どこ？誰かいませんか？
君ってスクールアイドルの子じゃん。え？生徒会長？それで？どうしてこんなとこに？生徒会長はどうして？私？私は見回り兼荷物整理ってところかな。ここ、蓮の空の伝統が全部詰め込まれているからめちゃくちゃ広いっしょ。毎年大倉庫に迷い込んで骨になる1年生が1人や100人はいるからね。山だけじゃなくてここでも100人遭難してるんですか？私は出口が分かんなくなっちゃって。で、そうじゃなくて、梢先輩じゃなくて、スクールアイドルの乙宗梢さんを見ませんでしたか？もしかしたらこの中にいるかもしれないんですけど。ああ、梢ちゃん？いるとしたら、それはきっと…ここが、スクールアイドルクラブの…案内してくださってありがとうございま…いない？まさか本当に大倉庫の妖精？そんなわけ…これって…それは、ラブライブで優勝した時の写真よ。蓮の空の先輩たちが、スクールアイドルの頂点に立った。その瞬間を写したものね。梢先輩。つづりから聞いたわ。あなたがここに向かったかもしれないって。それにしても、よく一人でたどり着けたわね。それは、案内してくれた人がいて。そのノートは？すみません、部室にあったのを持ってきちゃって。少し恥ずかしいけれど、いいのよ。これはスクールアイドルクラブみんなのものなんだから。迷ったり、考えを整理したくなった時にね、ノートを広げるの。このノートに触れていると、なんだか安心して。安心？どうすればもっとうまくできるのかなって悩んでいる時でもね。私が憧れたスクールアイドルの先輩方もこんな風に毎日悩んで頑張っていたんだってわかるから。梢先輩でもそんな風に悩むことがあるんですか？いつもよ。だから背筋を伸ばして後輩の前ではせめてカッコつけようって前を向いているの。私が先輩からしてもらったことを、今度はちゃんと後輩にお返しできるように。未来の新入生に、憧れだって、そう言ってもらえるように。私、ノート、ちょっと読みました。たくさんの弱音だったり、お互い励まし合っていたりして。私もなんだか、胸に響きました。先輩、私、先輩がせっかく作ってくれたメニューをはみ出して無茶していました。だから私のことちゃんと叱ってください。木下さん？だって先輩は私のことを信じてくれていたのに。私が勝手に練習していたのは先輩の言葉を信じられなかったってことですもん。そんなのダメじゃないですか。だから梢先輩、私これからも先輩と一緒にユニットを続けていきたいですから、ここでちゃんと叱ってください。そうね、分かったわ。木下さん、あなたがしたのは良くないことよ。あなたが怪我をしたら私が悲しいわ。次からはもうしないで。はい。それじゃあ次は私の番。私もあなたに叱ってもらわなくちゃ。え？ライブの日取りを強引に決めてしまったでしょ。そのせいであなたは無茶をしてしまった。
もっとあなたの不安と向き合って二人でしっかりと話し合うべきだったわ。それはでも叱られるようなことじゃ。あなたが謝ってしまったように私も完璧な先輩ではなかった。どうかしら。だからお互いにこれから手を取り合って一緒に歩いていくというのは。ねえ木下さん、もしあなたがよければなのだけれど、私は不器用で思い込みが激しく融通の利かない先輩かもしれないけれど、改めて私と一緒にスクールアイドルをしてもらえないかしら。私とあなたでこの衣装を着て。でも私にその衣装を着る資格は。お願い、カホさん。私ともう一度ユニットを組んで。頑張るあなたのその隣に立っていたいの。そんなの私こそ。朝練だってこの間始めたばっかりで体力もなくて、歌もダンスもまだまだですけど、でも先輩とこれからもスクールアイドルしたいです。うっ、梢先輩、私頑張れば一人でも花咲けるって思っていました。でも今はスクールアイドルとして梢先輩と一緒に花咲きたいんです。先輩どうかお願いします。私と一緒にスクールアイドルしてください。カホさん。ええ、もちろん。そしてありがとう先輩。私とあなたでステージに満開の花を咲かせましょう。はい。先輩、足大丈夫ですか？これぐらいじゃ何ともないわ。本当ですか？数日はしっかり休みなさいって言われちゃったけれどね。でもそれぐらいなら練習してすぐに取り戻せるもの。それは本当に良かったです。そういえば綺麗な人がお見舞いに来ていましたね。同級生の方ですか？ええ、そうよ。でもまた新しいイベントに申し込まなければならないわね。日程を取り直さなきゃ。あんなに練習をしたんだから。それはもう大丈夫です。そうなの？はい、今は大きなライブじゃなくてもとにかくライブがしたいです。梢先輩とみんなの思い出に残るようないいライブが。そう、一緒に素敵なライブをしましょう、カホさん。はい、梢先輩。こんなにたくさんの方々が。カホのライブみんな待ってたんだね。毎日あんなに頑張っていましたもんね。私たちは蓮の空に受け継がれてきたユニット、スリーズブーケです。皆さん、今日は来てくれてありがとうございます。楽しんでいてもらえたら幸いです。まだ芽生えたばかりのつぼみみたいな私たちですけど、きっと退屈させずにこれからずっとずっと楽しませてみせますから。私たちがいつか立派に花咲くまで、私たちの雨と風と太陽になってください。すごいです、カホさん。新人スクールアイドルなのに4月の月間 MVP ですよ。いやー、照れちゃうよね。だって本当に素敵なライブでしたからね、夕霧先輩。あ、うん、
そうだね。本当によく頑張ったわね、カホさん。あなたの頑張りが認められて私も嬉しいわ。うん、小杖先輩。そうなんですよ。ところで今日の朝練はどうして来なかったのかしら。え、いや、最高のライブができたし、みんな喜んでくれましたので、しばらくはたっぷり寝てもいいかなって。そう、なるほどね。でも最高のライブができたのなら、次はそれを上回るライブをしなければならないわね。そんな、どこまでもハードルが上がっていくんですか。そうよ、応援してくれる人をこれからもずっと楽しませてみせるって言ったのはカホさんでしょ。というわけで、放課後の練習メニューは朝練の分もきっちりと足しておくわ。それはオーバーワークじゃないですか。ちゃんと休むようにって小杖先輩も言ってましたよね。ねえ。そうね、一週間前だったらそうだったかもしれないわ。でもあなたも体力がついてきたみたいだから、これぐらいは大丈夫。あ、だったら明日からはもう少しメニューを増やしても。私、厳しくしてくださいとは言いましたけど、ちょっとやりすぎかなって。助けて、つづり先輩、さやかちゃんって、なんでさやかちゃん通ってるの。日下かほさんは今日もスクールアイドル活動頑張っていますので、どうぞ皆さん応援よろしくお願いしますね。やだ、楽しいことだけしていたいよ。はるみぐん、全国5000万人のめぐとうさん、藤島めぐみだよ。今日も元気だった。どう、めぐちゃんに会えなくて寂しかった。ごめんね、いろいろと身の回りがバタバタしててなかなか配信できなかったんだ。私のスクールアイドル活動もすっかり休止中だし、めぐとうさんのみんなにはいろいろと待たせちゃっててごめんだよ。さて、それじゃあ早速最近のトピックスなんだけど、じゃん、なんとかつてのラブライブ優勝校であるハスの空女学院スクールアイドルクラブに2人の新入生が加入したんだよ。わーわー、2人ともとっても可愛いの。日下かほちゃんと村野さやかちゃん。今日はこの2人のことをちょっとピックアップして紹介してみるね。これが乙宗梢とユニットを組むことになった日下かほちゃん。チャンネルに飛んでみるとたくさんのライブ映像が配信されているから、気になる人はぜひチェックしてみてね。かほちゃんはなんというか太陽って感じかな。ライブステージの上の笑顔がとっても可愛いんだよ。輝くような笑顔ってああいうのを言うんだろうね。まだスクールアイドルを始めたばっかりみたいだから、歌もダンスも勉強中みたいだけど、なんとね、こないだのライブで注目を集めて新人のスクールアイドルなのに4月の月間 MVP として特集されたんだよ。これって結構すごいことでしょ。ま、私も1年生の時に月間 MVP もらったことあるんだけどね。え、不正とかしてないってば。やだな、人をフィクサーみたいに言って。私は可愛いから最初から注目度も高かったし、あとは仲間にも恵まれていたからね。それだけだよ。かほちゃんはね、すっごく頑張ってたんだよ。見ているとついつい応援したくなっちゃってさ。多分ね、スクールアイドルが大好きでたまらないって気持ちが伝わってくるからだと思うんだ。スクールアイドルとしてはっちゃめちゃに強いよね。と
これが日野下かほちゃん。どう？押したくなった？今から押したら3年生まで余すところなくずっと押せるからおすすめだよ。さらにもう一人の新入生、村野さやかちゃんの話もしようと思ってたんだけど、うわー、もうお昼休み終わっちゃう。ごめんごめん、またすぐ配信するから今日はここまで。わあ、ドタバタしててごめんなさい。メグトーさん諸君、バイメグー。けー、配信のペース配分ミスっちゃうなんて我ながら珍しい失敗。ま、しょうがないかな。なんたって可愛い可愛い後輩の話だもんね。ああ、もう、ムカつく。それにしてもヒヤヒヤしたな。梢もかほちゃんも、本当に怪我だけには気をつけるんだよ。誰かを悲しませちゃうからね。さて、かほちゃんは自分の道を見つけられたみたいだけど、次はさやかちゃんの番だね。頑張ってね、さやかちゃん。綴りは手強いよ。